スタートしまししたたほぼ揃いましたまずは15番バラック・パリンカが好スタートを切りました真ん中では7番ミュゼエイリアンも出を伺って14番パリン・ジェネシスも前に出ます14番パリン・ジェネシスが先頭に立ちました15番バラック・パリンカ7番ミュゼエイリアン23番手で11番ステイフーリッシュ4番手その後行き足がついて18番西のデイジー16番オセア・グレイトも後位の外目内輪2番のノーブル・マーズ 各場少し後方はばらけながら18頭1コーナーをカーブしていきます。 先手は14番のパリン・ジェネシスですリード1馬身半2コーナー手前15番バラック・パリンカが2番手3番手が7番・ミュゼエイリアンと18番・西野デイジーその後11番・ステイ・フーリッシュ内2番ノル・ノーブル・マースと行為を占めます16番・オセア・グレイトがその後で2コーナーからまもなく向こう上面3馬審査中断前に9番・サトノクロニクル接近4番・アイスバブルですその後に3番・ポポカテ・ペトル10番・ミライエの翼、アシゲニトが並んでいます 2、3馬身相手中段後ろポツンと8番アフリカンゴールドまた3、4馬身相手13番ウラヌスチャームは今日は後方からあと6番メートルダール内田千添い5番キングオブコージ現在後方4番手1番体勢トレイルが続いて12番ゴールドギア最後方が17番のボスジラです先頭からおしまいまでは20馬身近く3コーナーのカーブへと入ります14番パリン・ジェネシスのペースですリード1馬身半は変わりません残り1 0 0 0ーを切ります 15番バラック・パリンカが2番手7番ミュゼ・エイリアン3番手18番西野デイジー4番手ここはバージョン変わらず34コーナー中間です11番ステイ・フーリッシュ2番ノーブル・マーズと続いてその外目16番オ,オセア・グレイトはじわりじわりと外目からポジションを上げようとしますその後4番アイスバブルサトノクロニクルそして8番アフリカン・ゴールドが続きます5番キング・オブ・コージは以前後方打ち出し沿い4コーナーカーブから直線を向きます パリンジェレシスが先頭を並びかけるバラック・パリンカ西野デイジー3頭が広がってきます残り400ひしめき合っています外からは16番オセア・グレイと9番里のクロニクル一番外はアフリカンゴールドが追い込みに入ってその直後まで5番のキングオブ・コージ追い上げていますキングオブ・コージ間を割って先頭に変わるか連れて4番のアイスバブル伸びて200を切りましたさらにはアフリカンゴールド伸びてくるメートルダール里のクロニクルさあ先頭は5番のキングオブ・コージ迫る4番のアイスバブル内からステイフーリス三番手キングオブ・コージ先頭でゴー 4連勝キングオブコーチ重賞初制覇です横山典弘騎手2着4番アイスバブル3着11番ステイフーリッシュ